京阪バス高月営業所とは、大阪府高月市竹野内町70番地1にある、京阪バスのバス営業所である。京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、高、車両車に記してある略称は、こうである。平方営業所の支所として開設されており、平方営業所高月支所あるいは単に、高月支所と呼ばれていた。門扉にある名番は、現在も、高月支所である。 最寄りの停留所は、竹の内町、大塚である。営業エリアは、平方市西部、茨城市、高槻市、摂津市のごく一部、寝屋川市である。平方市駅阪急高槻間の平方高槻線は、京阪バス全路線の中でもトップクラスの黒字路線である。東路線の大塚交差点から八丁縄手て交差点の間の国道170号の沿線において、 公共車両優先システムと車両運行管理システムを導入している。道路線には1980年3月28日からバス接近表示装置が設置された。当時は接近表示のみであった。当初導入されたものは1998年頃に撤去されたが2006年10月に車両運行管理システムが導入され、それと ほぼ同時期に大阪市営バスで導入されているものとほぼ同様のバスロケーションシステムが導入されていたが、これも2014年8月に運用を終了した。2007年10月1日よりピタパが導入され、カード読み取り機、整理券発行機、運賃箱が新型に更新された。高槻支社の北東寄りに、通称大塚車庫と呼ばれる車庫スペースが、 国道170号付近に併設されている。詳細については、京阪バス、営業所の故障について及び、車庫についてを参照。営業所移転以降は、平方市駅以南の乗り入れの廃止と平方出口線の開設程度で、長らく変化のなかった高槻管内の路線であったが、2013年3月16日改正でエリアを拡大し、これまで、 寝屋川営業所のみが管轄していた12号経路を増発する際に運用の大半を平日ダイヤ実施日に限り高月が担当することとなり営業所開設以来初めて寝屋川市駅への乗り入れを開始したこれにより高月営業所の車両は設置市と寝屋川市も走行するようになったまたその間合い運用で寝屋川市内の大沼公園系統や 節南大学のノンストップ便の一部にも、高月管轄便が設定されることとなった。平方高月線、編集平方高月線、平方茨城線、編集茨城市中心部を行く平方茨城線の、バス南茨城駅前に到着した9号経路、寝屋川茨城線、大沼公園店野線、編集寝屋川茨城線この2路線の、高月管轄便は平日のみ運行。 途中はノンストップで運行。原則として、同区間を一般便として運行する11.125経路とは異なる経路で運行する。出屋敷線、編集コミュニティバス、編集詳細は、平方出口線を参照その他、編集大阪をしのげ、中学校、高等学校のスクールバスの一部にも使用されている。心臓配置車は長らく三菱不送車に、 統一していたが、2004年に三菱リコール学習を受けてしばらく、日の車を導入していた。2005年末から、三菱不走車の導入を再開したが、2008年度より、再び、日の車が導入されるようになり、それ以来、三菱不走車は導入されていない。また、2010年11月には、旧、京阪宇治交通からの遺跡車を除くと、京阪バスでは30年以上導入が途絶えて、 いたのいす社が導入された。長らく大型車のみの配置であったが、1990年代後半に開発された中型長弱車の発表後の2003年より中型長弱車を導入した。2011年10月頃に2ステップ車は高槻営業所から撤退し、すべてワンステップノンステップバスとなった。ありがとうございます。